朝のルーチン心理学。今日は曇り。まあ曇りなんだけど暖かいね、なんかね。朝そんなに冷え込まなかったんだけどね。でね、やっぱね、朝5時半ぐらいにならないと明るくならないのよね。だからそれまでね、まあ朝今日もね、3時半ぐらいに起きちゃったんだけど、朝っていうのかな。だからまあね、部屋の中でなんかしてるとどうしてもね、電気つけて過ごさなきゃいけないんで、過ごすことになるんで、まあ今日もね、火を焚いた。で、まあ残りカスのね、燃えカスみたいなのをね、きれいに燃やしちゃおうと思って、まあ燃やしたんだけど、まあそれでもどうしてもね、燃えかすがね、こうやってね、残るんでね、またこれは今度ね、燃やそうかと。で、今日はこの灰をね、ちょっと、どこかへね、持ってって移そうかと。これいっぱいね、双葉が出てるんだけど、ね、こんなストーブのそばにいっぱい、双葉が出てるんだけど、これね、アメリカフールだと思うんだよね。あ、ここにもね、本葉が出始めてる。アメリカフールの本葉だね、これがね。だからこの双葉は、これが本葉ね。だからアメリカフールのね、双葉だと思うんだけど、まあこれはベニシア・スタンリー・スミスの、猫の尻尾、カエルの手のNHK のね、Eテレの番組で、まあこのアメリカフールを食べるっていうのがね、やってたんでね、ここにもどんぐりが、ね、どんぐりが落ちてる。そこら辺に転がしとけば、また木が生えてくると思うんだけど、このね、ウバメガシのね、どんぐり。あ、こういう風にね、これが要するに帽子ね、どんぐりの帽子。こういうところのどんぐりがポロッと、ね、落ちると。ピントが来た。まあ帽子をかぶったまま落ちるのもあるんだけど、まあこれはね、わあいっぱい、ここにもここにもここにもね、ここにも。ここにもどんぐりだらけ。これも食べれるのよね。菓子だから、ウバメガシっていうのはウバメガシ、菓子だから。あー、これスペアミントがね、スペアミントが路地にね、これがスペアミントね、スペアミントが、伸ばしてきてね、枝を。今ね、これもそうだね、スペアミント、いよいよ路地に進出してきたから、これもがっつりね、スペアミントガンガン取れるようになると思うから、今度このスペアミントのね、まあ今度ワークショップでもやるか。だんだんゆとり塾もね、本格的にね、なんかいろいろとね、やっていこうかと思ってるんだけどね、まあ積んで取ってなんか活用するみたいなね。あとはまあ簡単庭作り、要するに庭をいかに簡単、お金をかけないで、維持管理するかと。でなおかつ自然、落ち葉を落ち葉として楽しむとかね、こうやって蜜葉がね、自然と増えて出てきたりとかっていう、これは犬ビワね、ハーブ王子が食べる犬ビワとかね。まあ基本的にこのウバメガシも、食べられるし、この犬つげもこれもお茶にできるし、木穀もなんか生薬になるんだよね、みたいなことをね、少しずつこれからやっていこうと思う。といったところで、今朝も庭は気持ちいい。